様こんにちは、なりわでございます。本日は、2022年12月の14日、月曜日でございます。で今日はお仕事がお休みで、ちょうどお昼前後に YouTube ライブをしまして、その後ちょっとあるものがね、気になって購入したくて、立川の駅の方までね、お散歩がてら行ってまいりました。でね、最初ね、想像していたとちょっと違ってなかなか探せなかったんですよ。実は こちらですね、はい、所さんの所ジョージさんの世田谷ベースという本で、新解釈所辞典というね、テーマごとに5分で読めるということで、今日ニュースサイトをたまたま見ていましたら、こちらが出ておりまして気になったんですね。 YouTube ライブでもお話ししたんですけど、なんかとっても気になったので、購入してまいりました。でね、写真で見たらこんな大きい冊子とは思わなかったんですね。この半分ぐらいのこういうね冊子だと思ってたんです。わかります？でね、いくら探してもね、おかしいな、一冊しかなかったんですよ、本屋さんで。ある場所をね、iPad みたいなのが置いてありますよね、本屋さんで。そこで、調べたら、どこだったっけな、実用書男性のファッションのところに、雑誌が1冊ということで、これ1冊だけだったんですよね。だから早く購入して帰ろうと思って一生懸命探したんです。探しきれなくって、でお店の方のねお手をお借りして探しましたらありましたので、購入してまいりました。こちら1020円でございますね。でちょうどその高島屋の何階かな、ニトリさんの上の方にある本屋さんがあるんですけど、そちらでね、純駆動という本屋さんがあるんですが、そちらで購入して、そこのフロアにはカフェがあるんですね。だからちょっとカフェで、一休みしながら数ページ読ませていただきました。買ってよかったと思います。読んでてね、内容はね皆様にはちょっと今ね、お伝えすることはできませんけれど、なんか心がねだんだん温かくなりますね。なんか人とのこう物事の捉え方とか接点とか言葉とかいろんな意味でちょっとね、本当所さん流というか頭のすごい柔らかい方ですよね。こう読んでいてなるほどなと思いました。大いに私ねこちら参考にさせていただきたいと思いましたので、本当コーヒーを飲みながらね、数ページだけ、だいたい一項目でテーマごとに5分で読めるんだそうですけど、1日一つのテーマを読んだとして1ヶ月で読み切るという冊子でございますね。前後には最初の方は所さんの世田谷ベースのお写真だったり載ってまして、で、後半はキャンプ用品だったりいろいろね、お家の広告だったり車だったりみたいなものがね載ってるんですけど、だけどこう読み応えがありそうですね。でこれで1020円ですよね。レシート今こちらにありますけど、そう1020円税込みで1020円、とってもお安いと思いました。これからちょっと毎日ね一テーマずつ読み進めていきたいと思います。なので、今年中にはね、来月の半ば頃には全部読み終わるんじゃないかなと思います。で何回か読み返してみたいと思います。1回だけさらっと読むんではなくって、1ヶ月かけてねテーマごとに読み終わって、そしてまたちょっと置いてまた最初から読んで、何回もこれね読ませていただきたいと思います。今まで何回かこういった世田谷ベースという、ね、本をお出しになってたそうなんですが、それの言ってみれば総集編みたいな感じで、ちょっと前と全く同じではなくって、
ちょっと改訂をして載せてるというふうなことが最初の方にね、出ておりました。私知らなかったですね、この世田谷ベースというね、本が出ていたこと全く存じ上げなくって、今日ニュースサイトで初めて知ったわけですね。でこれを購入して、ちょこっと読ませていただいて、もう心がね、だんだんなんか読み進めていくに従って、つい本屋さんでね、カフェで読んでるんです。ニヤニヤしてみたりとか、クスッと笑ってみたりとか、だんだん心がね、あったかくなるようなことが満載でございます。なのでこれは本当にこう愛読書にしたいと思っております。はい、今日はこちらの所ジョージさんの世田谷ベース所辞典ということで、本の紹介をさせていただきました。楽しみですね、全部読み終わるのがね。で、頭の中から楽しく幸せになる方法ということで、本当に一話一話読んでいてね、っていう感じで、本当になんかね、先を読みたくなっちゃいますね。だけど慌てないでじっくり噛み締めながら読み進めていきたいと思っております。で帰りね、ちょっと出かけたのが何時頃だったでしょう、いうライブを終えてちょっと一休みして出かけたんですね。で、帰る時にはまだ3時ぐらいだったんですけどね、お店を出たのが。で、ちょっとその高島屋さんの中にニトリが入ってますので、ニトリさんをうろうろ見ていて、それでもうそろそろ帰ろうと思って、帰りもね歩いて帰ってきたんですね。そうするともう4時頃になるともう薄暗い感じがしてね、人通りも少ないですから、歩いててちょっとね、あ、怖いなって思いました。最近はね、前はねもっと人通りがあったところもちょっと人通りがね少なくなっておりますので、なんか夕方になるとね、あ、これちょっとあんまり歩けないなと思いましたね。車の通る賑やかっていうか、そういったところをね歩けばいいんですけど、ちょっとショートカットして帰ってきたものですから、ちょっとね人通りも少ないし、街灯もあまりついてなくってね、ちょっとビクビクしながら帰ってきた次第でございます。現在は、17時ちょい過ぎでございます。ゆっくりねブラブラ歩いて帰ってきたせいもあるんですけど、本来のねスタスタ歩くんですが、ゆっくり歩いて帰ってきましたので、ちょっと時間はねかかってしまいました。でもいい運動になったと思います。今日は 何歩、あまりね歩きすぎないように、適度にお散歩しているわけなんですけど、なので体が最近ちょっと軽いですね。ということで、本日は歩いて、駅まで行きまして、そこで、こちらの本を購入したという紹介をさせていただきました。皆様方いつもなりわの動画を視聴していただきましてありがとうございます。またお目にかかりましょう。なりわでございました。では